よし、来た、ナイス、慎太郎オラフ。よし、勝つ。オラフ君頑張ろう。来た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 。絶対勝つ。これで勝って、あ、押すんだね。まあまあまあ。はい。はい。これ結構詰めれそうですね。ですね。ほぼほぼ慎太郎じゃない？うん。こんな気がする。慎太郎さんか。一応理由聞かせてもらっていいですか？あ、多分さ、え、今どこいる？そう。今ミーティングですね。あ、やっぱそうだよね。なんで？今ミーティングですね。あ、じゃあもう絶対死んだ。オラク見てないでしょ、だって慎太郎のこと。え、慎太郎さん見ましたよ、ミーティング。あれ、あ、じゃあそこ二郎だ。二郎だ。え、オラフ君どうします？僕らバレちゃいましたよ、二郎って。いや、もうどうしましょう。どうしようもないな、これ。どうしましょう。どうしましょう。いいよ、いいよ、二人ともタスクやれよ。でも、議論で勝てないから、待ち伏せでやるしかないな。確かに。どこで待ち伏せします？ミーティングっしょ、やっぱ。任せてください、はい、絶対行かねえわ。やばい、マジ。いいね、これさりげなくインポスター会話できるっていう。おー、いいっすね。さりげなく会話できんな、俺たちで。嬉しいね。来て、本当に。これワンチャンここでダブルキルできねえかな。これさ、オラフ君ダブルキルしてね、これ。タクロさん来ねえかな、ワンちゃん、これ。キル、オラフ君。いけ、ナイス。あら。マジか、対決ですか。あ、これね、オラフ君隠しろです。絶対に二郎じゃねえか。あの金庫室で一緒に会議を見てました。金庫室で一緒に会議をしてたんで僕らもう走れてもらってお願いします。じゃあ三田さんも隠しろです。そうっすね、これボタンですよね。はい、ボタン。うん、メイヤさんボタン無理だと思うな。剣士が主体系しなかったら、ハイブリは今コックピットでコミュニケーションサボタージュ直しのハイブリです。警護者は室で一人でタオルを拾っていました。竹尾さんとアルトさんの目撃情報はないですか？湧いた位置とかない。あれ、貨物ラウンジアーカイブシャワーまで移動してなかったんで、まあ、原子炉前提ですけど、基本は真ん中もしくは左だと思ってます。いや、キッチン脇なん、ハイブリキッチン脇で俺一人だったと思っていて、キッチン、デッキ、武器庫、コミュニケーション直してコックピットっていう位置なんで、そこのにはなかったと思う。湧いてはいないと思う。エレキからメイン入った人っています？僕です。貨物、バイタル、診察、エレク、エレキメインで、三田さんとメイヤさんと合流ですね。あれ、これハイブリさんアドミン情報ってないんですか？コックピット入ったところでなっちゃった。あ、うん、コックピットに行く前は何やってたんですか？コミュニケーションサボタージュ直した。なるほど。あ、違う、ごめんなさい、コミュニ行く前ですね。もう一回、キッチンからデッキのタスクやって、武器庫のタスクやって、その後コックピットの方行こうとしたら、コミュニケーションサボタージュがなったから、それ直して、扉2つ開けて、コックピット入ったところでボタンです。竹村はアルトを見た人いないってこと？見てないってことだよね。見てないです、ね。マジで。メケンさんって貨物脇でした。貨物脇ですよ、100% 貨物脇です。宝石見に行かれましたよね、最初に。見に行きました。貨物おられなかったですよね、お二人、竹尾さんもアルトさんも。ああ、記憶が。私はなかったと記憶してるんですけど。あれ、慎太郎とオラフ君が、金庫室だよね。うん、で、湧いたのが宿舎前でいなかったですね。はい、で、メイヤ君と見た目屋ですね。ん？だって、慎太郎オラフか見た目屋ですね、これは。マジ？気がする。バレました、これ、LINE。バレちゃうの目鋭いね、三田くん。てれん。
はい。はい。はい。ちょっと待って落ちました。僕と三田さんが多分二路一に確かに登るんですけど、僕と三田さんはもう開幕からシャワーのタスクをやって、メインホールのシャワーのところで、最終なので、まあ貨物からラウンジアーカイブってきてるゲンさんが最後シャワー入ってて死体がないんだったら、メインホールから来てる梅健さんがそこで死体見てないから僕と三田さんは隠してるです。その通りです。短期分けはハイブリさんだけですか？短期分けは僕だけだと思う。ゲンさんもじゃないの？あれ？いや、ゲンさんは貨物分けですけど、その後はでもラウンジアーカイブ、シャワーの区間でどなたも愛してないです。ちなみにシャワーは細かく見てるわけじゃないです。タオル拾ってる途中で終わってるんで、左半分ぐらいだと思ってください。なるほどね。はい。梅剣からじゃあもう見た目屋の白って取れちゃうってこと？いや取れないですけど、そこが二郎だった場合はゲンさんの言ってることが正しくなってシャワー室アーカイブら辺で見つけてないなら、まあ、二郎はなさそうだなっていう。あ、だって死体位置が絶対そっちら辺になるじゃないですか。はい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 、だったら僕らは慎太郎オラフはお互い白証明ができるんで、ウキイチ誰でしたっけ、だったら、はい、ハイブリさん、ハイブリ剣士、剣士もじゃない、あとね、あ、俺もまあ俺ボタン押してるから一応、まあギリ梅剣もエレクトリカルバイタルの方は多分僕しか言ってないんで、うん、ねー、まあ僕らも映画見てるだけだからな。でも左でしょ死体。いや、マジでし、いや左俺全部やってるからいないと思うよ。移動経路忘れちゃったし、もう一回移動経路説明してもらえますか、ハイブリさんの。キッチン脇、デッキの配線タスク、武器庫の AK の方をやり、コミュニケーションサボタージュを直し、コックピット。でもハイブリさんがインポスターだった時って、例えばキッチンで沸いて、そこに、うん、アルトタケオ2人が沸いた可能性かなって思ってて、もう1人がセキュリティエレキ行って、梅健さんがエレキでやってるとかの線なんじゃない、うんうん、あとは、まあ、確かそのエンジンとかで沸いて、エンジンとかで沸いて、コミサボ直しに来て乗っ取ってるとかじゃない多分。エンジンは聞いたっけ、うん、あ、そうそう、正直誰も、まあそうだね、うマジか。そうですね、確かに梅健さんの二郎とかも一応皆さん目線が可能か、うん、一応ね、はいはい、あ、モラフ君これはね、ライン結ぼガッチガチにね、これもうどっちかインポスター暴れたら終わっちゃうからね、気をつけないといけないわ。てんてんてん、もうどうやって、俺運命共同体なんでここまで来たのね。オラフ君やるしかないね、僕らもうガッチガチで。いやもうこれ繋ぐしかないよ、これは2キロ起こしたから、これはもう繋がないと勝てないから。てい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 、難しいね。扉閉めだけはしとかないといけないけど、どうするオラフ君、僕ら停電ないっす。スローかな、ハイブレさんあたりに。三田君がいるね。俺ら怪しすぎでしょこれマジで。お、あ、あのボタン白いな。いいね、ナイスです。はい、一応疑い位置に入っているのは分かってるんだけど、うん、じゃあ例えば対抗位置でっていうのが全然俺は指定できないので、もう一試合起きるまでちょっと待ってほしい、うん、それでいいと思いますよ。でも同意見で、まあちょっとあえてインポスターに有利に働かないために言及は避けますが、まあいろいろ二郎位置が見えたじゃないですか。だから片方がいなくなれば片方しろって展開にできると思うんで、うん、食べられた方がまあコスパいいまであるかなって考えながら動いてました、さっきは。なるほど。さ、絶対にしろって言いますか、その二郎もないしいみたいな。いや、なんないですね。例えば僕が殺されてもゲンさんはしろになんないですね。見たさは絶対無理ってことだけ伝えておくのと、盤面的に見た名屋は白くならないですか。そうですね、名屋さんは絶対無理ですね。確かその見た目屋がないことを梅健さんが証明してるんだけど、確か。あ、そうですね、あ、そうです、なるほどね、うん、ゲンさんじゃないの。あ、ゲンさんもゲン、あの上側に死体がないことから上でのキルは起きてないで、下からエレクトリカルとかメインホールに死体がないことは梅健さんが証明できるから見た目屋はないよねっていう話です。うん、うんうんうん、まあ、あれならもう見事にシャワー室の右に2死体起きてるぐらいしかないですね、そのレアキルが。そうですね、うん、まあ例えば金庫室で
うん、金庫室にキルしてるとか。いや、俺はあんまり追ってないんだけど。なんかね、あんまり俺もその。いや、その場合って竹をあると両方ともが、うん、キルクールの溜まった以降に金庫室の変なところに行かないと。うんうん、あれ、え、見に行かれたんでしたっけ、まあ、オラフさんと、絵画の前にいました、ね、以外の、はい、以外の第三者が金庫室に行った経緯ってあります今、生存者で。それがなければ全然、その、可能かなとは。二人が、両方ともタイミングよく。いや、ね、ハイブリ視点、もしどっかで、ああ、そっか、まあいいや、ごめんなさい。まあ僕らに塗るしかないですからね、インポスターは。ですね。オラフ君、オラフ君死んでくんねえかな。いやいや、やめてくださいよ。それも僕も言えますよ。金太郎さん、金太郎さん死んでくれないかなって。死んでくんねえかな、マジで。個人的には、メイヤさんのあの、短老位置がバラバラの位置っていうのが一番しっくりきてます。うん。オラフ君、くたばれ霊界聞いとるか面白いなこのゲームこれはもうね、ハイブレさんにするしかないかな。スリキルダブルキルみたいな感じですね、理想は。ただね、こんだけ広いエアシップでたまたま出会えるかっていうとまた別問題だからな。まあサボタージュはね、オラフ君に任せるって感じかな。梅健さんか。ワンチャンカセットテープにいるんだったら来るけど。いないか。だったらお別れかな。はい。これ誰か近くおねえかな、これ。これ誰かいたらするで、これマジで。無理か。ノイスすぎる、マジで。はい、おお、どこかで見たの、はい、インポスターが分かってしまいました。お、はい、ハイブリさんです。あ、やっぱそうだよね。いや、違う、いや、ハイブリからは慎太郎くんの白を終えるんだけど、マジなんだっけ。っていうか、まあ、先に下位置から言うとバイタル前なんですけど、うん、僕電気室から入ってるんですけど、ハイブリさんが挙動的にバイタル前から来たように見えたから、ほぼ確定レベルかなと思ったんですけど、うんうんうん、あれ俺慎太郎くんと今エレクトリカルで会ったよね。え、あれ、あ、じゃあこれもう絶対これ確定です。これ僕目線ではね、バイタル前だから電気と診察の間ぐらいでハイブリさんが下から上がってくるのをすれ違ってるから、でバイタル前に三田さんの死体があったんで、あ、いや違う、あ、まあいいや。じゃあ俺視点慎太郎くん確定したんでローラでいいです。ってことはもうハイブリさん目線、僕オラフ君しかないですよね多分。うん、まあ僕とオラフ君の場合って多分、はい、あ、まあいいや。一応経路言っとくと、アーカイブ脇ラウンジでスタスクやり、バイタル行ってバイタルチェックしてる前にダウンロードやっている三田君を見ており、で誰も死ななかったのでバイタルが外れたら慎太郎君もバイタルを見ていて、今現状エレクトリカルのタスクをやってるところだったのね。でそこで慎太郎君とすれ違ったと思ったから、慎太郎君じゃないと思ってたよね。しかもオラフ君との二郎を俺は追ってなかったから。まあ僕はキッチンで沸いて、セキュリティ電気で診察バイタル前死体発見って感じなんで、これどうします。これタスク勝ちするかするかですけど、慎太郎でも釣りましょう。もうハイブリさんしかないです。僕はもう慎太郎さん絶対もう無理なんで。おお、何さんに2人やったんか。高橋さんどうして、マジで必ずローラーはしてほしい。どう分かんなくない。いや、それなら1個前の議論の俺のボタンとかを評価してほしい。こうなるとマジわかんない。マジわかんないですよね、これ。ハイブリさん釣った後の、まあ、展開でかなりわかる。あ、なんなら別にハイブリさん釣った後に。釣ったに釣ってくれていいけど、ローラーって。で、俺エレクトリカルのタスクめっちゃめんどくさいから、オラフ君落とせばいい。これでやる。さんと僕を落としたらいいんじゃないですか。そう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 。いや、これは。いや。オラフ君ダブルキルだ。頑張ろう。ラフ君どうかな、いけるかな。ま、やば、いけ、オラ君頼む、オラ君頼む、ナイス
私マニュアルナイスマニュアル何言ってる。なんでボタン押されなかったんですか今。高田さんがボタン前で死んでます。あぶねー、あんなタイミング。ちなみにすみません、ちょっと謝らなきゃいけないことがあって。何ですか？武雄さんは大丈夫なんですけど、僕がちょっと謝らなきゃいけないことがあって、ちょっと僕上で絵画見てたら死んじゃったんで。ああ、なるほど。絵画軍か。それためですよ。それは終え。絵画4人で見ててダブルキルですね。マジでさ、僕エンジン上のダウンロードしてからタスクやりに行ったらキルされたんだよ。いやいやいや、おかしいでしょ。武雄さんはタスクやってたら殺されて、僕は絵画見てたら死にました。